豪魔説。それは100年に一度エルデの血を覆う圧倒的な悪意、不死の魔人エターナルが率いる破壊と殺戮の波はあらゆる種族を等しく飲み込んでいく。時に西方暦2218年、それは以前の豪魔説から。ティオ姉さん、僕もう走れない。だから僕を置いて先に逃げて。本格的に降ってきたな。リン、そろそろ村へ戻るぞ。エルダ、あの茂みの中、ビリドラだ。風上の上、この雨でこちらに気づいていない。エルダ、ここは俺に任せてくれ。仕方ねえな、やるからには子孫じるなよ。そいつは順調に成長して進化すればかなり頼れる相棒になりそうだぜ。ああ、当初の目標はこれで達成だ。協力感謝するよ。ほとんどお前のおかげだろ。まったく、村一番の狩人さんは謙遜すぎるぜ。モンスターの鳴き声、近いぞ。人の駆け足の音もする。まさか人も狙ってる。おい、やめとけ。探索の終盤で準備も心もとないんだぞ。ただでさえ最近のモンスターは妙に凶暴なんだ。ダメだ、父さんだったらきっと。いや、絶対に逃げない。なんだ今フィンの目が。ずらかるぜ。お前も無茶はするなよ。こっちか。普段はおとなしいサンドタートルがなぜ目に狂気が宿っていた。助かりました。二人とも無事みたいでよかった。俺はフィン。私はリゼット、こっちは弟のティオ。助けてくれてありがとう。リゼットにティオか。それにしてもろくな装備もなしに何だってこんなところに。私たちこの北のウェスカテ村から来たの。ウェスカテはモンスターの大群に襲われた。逃げる私たち二人だけ。モンスターたちが村を。まがまがしい正気をまとった女の魔族に率いられてみんなを。ここも安全じゃない。俺の村に来てくれ。ユドミラ隊長、掃討作戦が完了しました。うん、村人の避難状況は滞りなく、重軽傷者とも現在東の丘で治療を施しております。村にこれほどの被害が出たというのに。ウェスカテ村に送った石膏から何か報告は。それがウェスカテは全滅とのことです。なんということだ。モンスターたちが村を襲ったということは、近くにそれを先導した者がいるはず。探し出すのだ。はこれが豪魔説。世界そのものが大きな悪意に包み。
ちの村が。まさかフィンの村にまであいつが。君たちはこの村の住民か。俺はそうです。この二人はウェスカテ村から。そうか。私はリグランド赤竜騎士団第三連隊隊長リュドミラ。ロッセの村民は皆無事だ。今はひとまず安全な場所に避難してもらっている。ウェスカテは間に合わず無念だ。ロッセも村への被害は抑えきれなかった。復興にはしばらく時間がかかってしまうかもしれない。ロッセとウェスカテが同時に襲われるなんて、これじゃまるで伝説の。そうだ、これらはゴーマ説の影響だ。そんなゴーマ説は100年周期で、前期も18年前に終わったはずじゃ。隊長、どうした？新手です。女の魔族、我らの手にはアルフレッド赤竜騎士団ですか。偉大なるゴーマ皇帝より英語を授かるし、ゴーマ将が一人、ジャガイのミボーネと申します。不死身と呼ばれる魔族の将、ゴーマ説に現れモンスターを操るというか。クラン家たち、村人は避難済みですね。赤竜騎士だ、無粋なこと。まあそちらは後で探すとして。やめろ。あらあら、元気な健康だ。でも傷一つないなんて。不死の力、これか。お前、ティオニー、私のティオニー何をした。前の村で試した薬も飲みます。あなた、あのウェスカテとかいう不潔な村にいました。しかしどうやって私の結界を。興味深いですね。いいでしょう、あなたたち兄弟は特別入念に投薬と検査を行いましょう。みんなが殺されてしまう。何もできないまま見ているだけなんて。でもこのまま目を閉じてしまえば俺は。そう、目を閉じてしまえば君は。そうだ、その瞬間俺は死ぬ。そうだ、目を開くんだ。許されざる敵を。さあ高き赤よ、今こそ燃え上がれ。炎、赤い輝き。あの人間が放つこの光は、この圧力、何が、一体何が起きているというんですの。
フィンの瞳が。バカな武士の将たる私の体に傷が。まさか その瞳、まさか。瞳なんだ、目が、体全部が焼けつくように熱い。傷滅菌消毒報道、早く早く早く。オーマの将は退けた。待て、ニボーネ。赤の紋章、魔を退け邪悪を払う赤き紋章。紋章、そうだ。そしてそれこそが傲慢説を終わらせる唯一無二の力だ。傲慢説を、ティオ、お願い、目を覚まして。リゼット、落ち着いて。ユドミラさん、これは リゼット、ティオを見せてくれるか。